岸部側の体幹スタビリティを向上させる方法には6つあって、まず3つは能動的なもの。まあ、ここにあるようにえ、体幹業界でもいいので、細かく揺らす。で、この赤いのはエアスタだと思ってください。エアスタ。こう、こう空気座布団みたいなのありますよね。あの、これ今3つ入ってるんですけど、1個でもいいですね。どっか1個でもいいです。まあ、おすすめはこの真ん中の腰のところ、骨盤の下に入れるのがおすすめです。 こうやって揺らす。そうすると、交互収縮が起きるので、まあ、これをすごく強調してやるのが、あの、PNF のリズミックスタビライゼーションですよね。PNF のリズミックスタビライゼーションとかっていうのは、倒着性の交互収縮をさせて、スタビリティを上げるっていうのが、まあ、国家試験レベルの、その、失調症の運動療法ですよね。国家試験の、その、失調症の運動療法だったら、PNF のスタビリ、リズミックスタビライゼーションっていうのが、絶対入ってくるみたいな。 すごく便利な方法で、私もよく使ってますけど、まあ、それのすごく、その、程度の、難易度の低いもので揺らすっていうことですかね。揺らす。で、あの、肩まひの勉強されるんであれば、ステップスとフォロー、ライトインザミドル、パーセプションっていうのが、パトジュ・イシア・デイビスさんの本であるんですけど、この3つ勉強しておくといいって言われてるんですけど、あの、 ステップス・トゥ・フォローの上司とか下肢の運動の第一項目には、スタービリティを上げるために体幹を揺らしましょうみたいなことも書いてあるんですね。まずそうやって、その揺らす、交互収縮で、えー、筋の収縮を高める。まあ、言い換えると、まあ、こう、多分なんですけど、筋膜水刺激してるんですよね。 筋肉の長さを、こう、ちょこ、センサーを刺激して、収縮を高めるっていうことをやっていることになります。例えば今皆さんも座ってるじゃないですか。例えば座っていて、ちょっと食事の前とかには、こう、体揺すって、とか、ゆすって、で、それで体幹スタビリティを上げといて、食事をするとか。そしたらお茶碗持ってる手がちょっと軽くて済むとか。 っていうふうになったりする可能性があるんですかね。この能動的な3つは特におすすめです。